カモフラージュセット、これが多分あのすごい、そんなん売ってるんだ。すごいな。普通の売店には絶対にないコーナーですね、これは。絶対にいるものを多分厳選して多分、うん、ノートとかね、そうですね、売ってるし、おつまみ系結構充実してますね。今日はね、この日本原駐屯地の、うん、売店にね、来たわけ。そう、売店もあるんだとちょっとびっくりなんですけど、どこがね、まあ、普通の売店と違うのかっていうのを多分紹介していけたらいいなと思ってますけど。そうですね、売店、お腹すいた。そうですね、売店ってどんなイメージですか。え、売店どんなイメージだろう。なんかでもご飯あって、まあちょっと雑誌とかあってかな、ね、あ、生活用品もちょっとあってみたいな。ですよね。まあそこが本当日本原駐屯地はどうなっているんだろう、他のところとどう違うんだろうかっていうのもちょっと見てみるポイントです。自衛隊オリジナルシャリカ、早速なんか名物みたいな、めっちゃ、しかもめっちゃ入っとる。これで500円ですか。500円、美味しそう。塩味とかでね、美味しいよ、はい、しかもちゃんとなんか保存効くように腕がジップロックになってる。なるほどなるほど、うん、いいね。このレーンは普通の売店には絶対にないレーンっていうかコーナーですね、これは。ね、見たことない。そう、見たことない。これすごいな。ただここは一般の方でも買えるグッズ売り場ということで、リュックとか、何が売ってるの、まあ、帽子とか、そうですね、あと袋とかタオルとか、そう、手袋とかも売ってますね。これからの季節やっぱり必要になってくると思うし、リュックとかもしかも結構な量入るよ、これ何リットルとか30リットル入りますね。ね、これすごいね。こういうところも手袋、うん、手袋とか、あ、こういったか、金具系や部品系も売ってるんですよ、これ。お、すごいな、すごい、すごい。え、これは何、あ、弾薬だ、弾薬。あ、あ、違う、これはカモフラージュセット、これが多分あの色を塗るやつになって、多分以前にも多分ゲルさんがやったと思うんですけど、こう騒ぎの時にね、顔に描いて、そういうやつカモフラージュするタイプ。あ、すごい、そんなん売ってるんだ。すごいな。意外とこっちにはあの普通にシャンプーとかあのティッシュとか、まあ、歯ブラシとか生活のものもストッキングまであるよ。え、でもこんなん圧縮袋とかあります？圧縮袋はないな。結構なんか品揃えが絶対にいるものを多分厳選して多分、うん、ノートとかね。そうですね、ちょっとストッキングっていうのもまああるもんね。そうですね、女性用のものもちゃんと揃ってますね。すごい。容器は、あ、さっきの服や耳栓もあります。へぇ、ここがあのデイリー山崎さんの食なんですね。ここ山崎、デイリー山崎、ハンガーとかパンツとかこういう靴底とかも売ってますね。すごい。これは何だ、これは、あ、真空包み、寝袋ってことですね。あ、寝袋、あ、寝袋って足がはみ出さないように、素足とかも売ってるし、つまみ系結構充実してます ね、あ、キューピー人形ちゃんとか、え、かわいい、すごい、なんか、え、欲しい、なんか、ほんと欲しくなります、なんか、すごい、ヘリコプター、あ、あ、キューピーの、かわいい、なんかこれ欲しいな、これ顔がキューピーになってて、あとはやっぱり
電池系もね、ライトとかね。でもライトとかってあんまりコンビニとか売ってなくない？売ってないですよ、こんな種類ない、ね、こんなにいっぱいライト売ってるとか初めて見たかも。すごー。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、ここはジュース、まあ普通にジュース。そうですね、なんかペットボトルがたくさん置いてあるあという感じなんですけど、多分これ多分あれです、訓練とか行くときに多分こういう開けるタイプだと多分保存が効かないから。あーなるほどね、キャップで多分保存ができるように多分やっぱちょっとだからなんかペットボトルが目立ちますね。ペットボトル充実しとるね。確かに、なるほどね。こっちもやっぱ、あとは普通にカップ、カップ麺とかも特盛り重いな、すごい本当にもうやはりいっぱい食べるし、やっぱりその後ろの在庫の量がすごい充実してますね。ビッグばっかりあるもんな。あーやっぱりだけで、ね、そうね、こことかも本当にそれがある。しかも見てこのサラダチキンですよ、やっぱタンパク質いるんかな。ね、もう嬉しいですよ、タンパク質。いや、これだけあったらやっぱり筋肉つけるのやっぱタンパク質って言いますからね。この塩焼きそば、か大盛りソース400、なかなか見ないよ。392円。あ、これもこれも本当にこのデイリー山崎さんならではの、本当この作ってこのラップにして結構好きなんですよ。普通のこういうこれも美味しいんですけど、これが手作りで美味しい。おにぎりとかアイスもちゃんと充実してますね。分かってますね、本当に何を見たらいいかっていう。おにぎりとか、おにぎりもさ、なんかでかくない？なんか大きくない？基本でかいね。あとこうウィダーとかもね、すごい種類がある。はい、どうだったでしょう、本当この売店は。いや、なんか、なんだろう、普通のコンビニかなと思いきや、意外と、なんか、やっぱ、自衛隊の方々が、こう、利用しやすいようにちゃんと作られてるんだなっていうのが、すごい、分かった。ありましたよね。うん、もうなんか、絶対に必要なものや、本当、いるものって。無駄なものがなかったね。分かって、厳選されてるので、うん、とてもいい。本当に僕も多分、もし働いてたら、すごい多分愛用すると思う。ちゃんとあるところがいいよね。なんかこうちょっと食べたいなって思うときあるもんね、絶対。それぐらいね、今日は。はい。ちょっとコンビニもね、充実してるということで、ありました。デイリー山崎さんからでした。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。